とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、デイリークエストをやっていきたいと思います。やっていく場所は、ここ。50% が、トゲを持ってるっていう、トゲデイリーですね。これ、近接泣かせなんですけども、今回はこの防具を使います。影の突撃がついてる勇者ポーションバリア編成ですね。これもらったやつです。ありがとうございます。いつもは変更つけてるんですけども、そこにうまいこと影の突撃が入ってたので、いけるんじゃないかということで、やっていきます。それでは、行くぞ!それでは行きましょう。まずソウルが溜まるまでは普通に戦っていかなきゃいけないね。で、トゲ相手には確実にポーションバリアを貼っていくと。そうしないと即死だからね。この9秒間のルールっていうのをしっかりと守っていきましょう。ああ、いけるね。いいね。あ、すごくいいわ。うん。この9秒間っていうのが結構こうあれで、ああなかなかね、継続するのが難しいところがあったのよ。でもその継続できない時間をこの影下でやり過ごすことができるので、すごくやりやすい。うん、常にポーションバリアを貼っとくことができるね。ただその9秒間をしっかりと見ておく必要はあるけどね。9秒間をしっかりと自分で把握しとかないと、まあ痛い目は見そうだけども、あ、いけるわ。OK。むちゃくちゃ強い。うん。これはかなり安定するぞ。あぶねえ、今のトゲだったね。ちゃんとトゲ対策のバリアを張って攻撃をすると。それをちょっとしっかりやっていかないと。キャプテンいる？あ、いた！よかった。ポーションバリア張ってと。 OK。 ちょっと待って、なんか重力ついてるでしょ。誰か重力付きのやつがいるよ。 OK。 火力もね、この影化のやつで申し分なくて、うわ、何これ、モブの HP170%。 ちょっとふざけないでいただきたいね。ああ、もう忘れてた。忘れるとこうなる。うん、忘れると今みたいになっちゃうので、しっかりと気をつけよう。ちょっとポーションバリアが回復まで若干時間あるから、これで耐えていきましょう。うん。まあ、この間進んでいけるっていうのも強みであるよね。うん。すごく安定すると思う。ただ戦い方は慣れないとダメ。うん。すっごい慣れは必要だけども、間違いなくこれ強い。じゃあ、もう敵の HP が上がってすっごい戦いにくいけども、やっていくよ。OK。いいね。よし。勝てー。脅威。よし。じゃあこのまま、進んでいきましょう。いけるかな？あー、またミスったなー。気をつけないと。おお、嘘。あ、ここはガストなんか、ちょっと待って、あいつがいるの。ちょっと待って、タワーのボスのあいつが、いる。知らんかった、あいつ普通にいるよ。マジでこれ驚きだ。やばい。よし、いい。タワーだけかと思ったら普通に雑魚敵として出
現してますね。え、どこにいる？もう倒した？いや、倒してない。どっかにいるぞ。これ、これ？あ、あー。なんか周りのね、羽みたいなのがなくなると、普通のブレイズと見分けがつかないもんね。いやー、びっくりしたー。あいつ、いるんだ。知らなかった。多分、知ってる人少ないかもしんないね。まさかあいつが普通にいるとは。はい、まあまあとりあえずこのまま頑張っていきましょう。いけるかな。クリアはクリアしたいよ。お、ボス、あー、ボスじゃないね。まだ全然か。あー、はいはいはい、こういう道ね。あ、こういうところもさ、影化してるとすごく行きやすいね。敵ガン無視で行けるんで、こういうところはほんと楽勝だわ。やば、タイデンがいる。でもタイデンでも大丈夫。突っ込んでいくよ。タイデンでもいけるっしょ。あああ！ 9 秒ルールが。回転はなんとかなったけども、よし。おい、勝ってえな。ちょっと待って、危ねえ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 、死ぬとこ死ぬとこ、あー危ねえ。まあこういう緊急回避とかにも使えていいね。普通だったら今の死んでたよ。よっしゃ、オッケー、行くぞー。よかったー、影突でよかったわー。いや、しかし本当にこれは素晴らしいよ。神秘、次何？プレイヤーのダメージ 40% 減少、地獄です。クリアできるか。ポーションバリアの時間さえ守っとけば。あー、そろそろ終わりのような気もするんだけども、どうだ、なんか、あー、やっぱりね、そろそろだとは思ってたけども、やっぱりそろそろだった。 OK、 ちゃんとね9秒ルールを守っていきましょう。 OK、 やば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 、うわ、危ねえ危ねえ。9秒ルールをしっかり守ってね、倒していこう。これでは解除されないよね。よし、 OK。 あ、ここはガストのままなんだ。やばいやばいやばい、ラグった、あぶねえ。ラグると絶対死ぬからね、マジ注意していこう。よし、強えなガスト、ガスト強い。でも毒で死ぬっしょ。じゃあちょっと毒ダメージをし、あぶね、しっかり与えていこう。あと1匹、多分これ倒したら終わりでしょだよね。よし、クリアです。いやー、きつかったな。それでは報酬見てみましょう。スピンブレードだったら嬉しい。おお、来た、スピンブレード256、最強のやつが一応出たけども、使えるのかな、どうなんだろう。スピンブレードちょっと見てみましょう。あー、まあまあ100万近い、まあ91万か、うん、そこそこのやつが出たね。うん、ダメージは高いんじゃない？はい。ということで、今日はトゲクエストやってみました。近接でクリア可能だね。ただ、ポーションバリアは絶対必要。で、そこに影の突撃を入れていくとかなり安定しますので、まあ、もしも持ってるのであれば使ってみてください。結構難しいですよ。はい、ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。